選手権、東京世界タッグ王者野沢論外正田が挑戦者として迎え撃つのは、ミルマスカラス、ドスカラスのマスカラスブラザーズ。2人が日本のリングで並び立つ姿は、おそらくこの試合が最後。今度は仮面貴族の華麗なる変態飛行をその目に焼き付けろ。ナックルからもう一度変態飛行。東京世界タッグ選手権、挑戦者ドスカラス、ミルマスカラス VS 王者正田、野沢論外。そしてこの国は再び夢、現実となり、ワールドワンチャンピオンチーム、まだまだ野沢問題優勝。東京フレンタイ樹脂工業東京ドリーム in 後楽園ホール、いよいよ名イベント、東京世界タッグ選手権試合です。いやでも会長、このマスカラスブラザーズにベルトをかけるっていうのはね、一つの、そうですね、つか大御所2人呼んでチャレンジャーっていうのも本当失礼なオファーですけど、まあ僕ららしくてそれを受けてくれたも、うん、あのマスカラスブラザーズ感謝したんですね。しかもドスカラス選手がまあ引退を、まあまあ、発表してますね。これからいわゆる引退のワールドツアーを、ね、まあ、行うということでね。なんでニューロさん、あの東京でこのマスカラスブラザーズが見られるのは、まあ、日本で最後かもしれない、ね、そうですね、本当にちょっと野沢論外に感謝ですね。でもこれベルト取られたら防衛戦もできなくなっちゃいますよ。いや、それは分かんないです。追っかけていかないと。そうですね、はい、ここで初めて流れたあのテーマ曲、今宵後楽園ホールに帰ってきた。いや、もう分かってる。これからミルマスカラス優勝。できないね。みんなあっち行っちゃうんですね、はい、誰も僕ら見てないですね、はい、やっぱテンションがあるんだからね。スカイハイは特別ですよ。黒山の人だかりっていうのがないのね、チャレンジャーの、はい、大変なんですよ、ね、これあの相当あの不機嫌そうなニクロさん映りますから、はい、いやー花道からあの二人が出てくるのか、それたまらないです、たまらないですよ。さあ姿を現しました、ミル・マスカラス、ドスカラスのマスカラスバラダンス。もうピクチャーですね。かっこいいですね。めっちゃかっこいい。名機が出てしまいました のベルトを挟んで東京グレンタイとマスカラスブラザーズですよ。この会長の誇らしげな顔いいね。これ2013年12月4日
時は来た。時空を超えし夢の戦い、これぞプロレスのロマン。最後の変態飛行、しかと目に焼き付けろ、そして心に刻み込め。歴史と勝負、世界東京タッグ選手権試合60分一本勝負を行います。ノートの担当者の松越選手、高橋選手、87キロです。マサラ選手もいい表情しています。オーバーマスクを取って観客席に投げ込んだ。欲しいな、あのマスク。どっちからさ投げないんだね。そうなんですね。さあいよいよですよ、あの東京グレンタイガーベルトを変えてマスカラスブラザーズと激突。素晴らしいね。でさ、このリングのマットがさ、昔の往年の全日本の赤と青っていうのがね、ああ確かに映えるよ。さあ先発はマサドとドスカラス。今ゴングです。いやでもこんなカードが、ね、日本で見れるのは本当グレンタイコードだけですからね。みんな野沢ロンガに感謝してた、お客さんは。本当ですか。うん、また言わないといけないな。感謝されたいですか、また。あとお客さんのみならず、今日のね、あの興行に参戦した選手もね、みんな本当に一プロレスファンに戻って、ね、この試合を楽しみにしていました。村田さん来てないですからね。ん、皆さん広島です。そうですね、ちょっと所用で広島にいたんで寂しいですね。いやでもすごい新鮮な気持ちでね、今は見れますね。マサオさんはレジェンドに対しても変わらないですね。このね、歩き方といい変わらぬ魅力を持っています。やっぱオーラがすごいですね。メキシコマットでこのタッグでぶつかったっていうのは何かあるんですか。ないですね。ないです。向こうでタッグ組むことですね、あんまりないんですよ。あ、なるほど。この大御所2人は、はい、ということは、まあ、メキシコマットも経験が多いこの東京グレンタの2人にとってもマスカラスブラザーズとの戦い、これが僕は初めてですね。マサラに関してはマスカラスと触るのが初めてですからね。そうなんですか。初対決ですね。さあクロッツは誘いでした。サイドヘッドロックに持っていく。それをハンマースロー、ショルダーロック。打ち勝ったのはマサダの方。チャンピオンチームにブーイングが飛んでいます。さあ足を取っていく。マキタリュさあそのまま
マヒストラを狙っていきますがカウントは2です。いや動きいいね、元気ですね、コンディションいい、びっくりしました、ね、うん、素晴らしい。ジャコニューソン、やっぱ本人もオスカラス選手も、まあ、これがファイナルの道ということで、まあ、相当このファイナルに向けてコンディションを整えてきたんでしょう。シモンとあげますね、おいしい、おいしい、まあ、やっと入った、さあ足首を掴むだけで正田選手の動きを止めていきます。そのまま1回転してのキャメルクラッチ、カバージョです。さあもう一度今度は後転して、今度はデスロックの体勢からボーン&アロー弓矢固め、逆襲のカバーはカウント1です。こうやって簡単にその正田選手の上で、ね、前転して後転してってやってますけどもね、さすがとしか言いようないね、余裕ですね、やっぱ。さあそして仮面貴族の登場です、イルマスカラス、そして野沢ロンガイ、なぜ東京で自分らチャンピオンでやってて自分らがアウェイになっちゃうんですかね。マスカラスだけじゃないですか、ね、そうですよね、それはでも分かってて呼んだんじゃないですか。まあ、そうなりますよ。わお、相変わらずすごいね、ちょっと信じられないですよね。あお、プランちゃんを狙いました、勘弁してくれよって思いますよね。まあね、ディレーターとしてね、もうマスカラス選手のね年はもう出てますよ、もう飛びかねませんからね、飛べますよね、しかもね飛べますよね、またこの力あります、マジで、そうですね、また力が強いんですよ、ナチュラルにね強いのもありますし、まあもともとプロレスラーを志す前はねボディービルダーですね、やってましたし、そしてなんといってもこの手足のバランスがいいと言いますか、足も大きいし手も大きい、がっちり掴んで離しません、サーブボードストレッチ、サイドヘッドロックからハンマーショーに持っていくショルダーブロック、やっぱ踏み込めないんですよね、なかなか、まあもうこの連帯工場で何回か肌を合わせてると思うんですが、まだまだこの踏み込むまでには、どうなんですかね、この重みというか、はい、雰囲気の、このねグリップ組んでる手も力強いですもんね、外れませんよあれでは。そしてそのままグリップを外さず、今度はスタンディング絞っていきます。今こういう流れるようなオーソドックスないわゆるジャベをイズデイク選手は少なくなりましたもんね、教科書を見ているようです。まあ本当そうですね、うん、さあしかしこれはタイトルマッチだから踏み込んでいかなきゃいけないですからね、ベルトを防衛しなくてはいけません。
これも何か相手の野沢選手の何か動きを力を入れようとした瞬間に食って返しそうね。さあもう一度オーソドックスに手4つ、また逆に蹴っていきますが、今度は野沢ロンが逆襲に行きます。リストを取っていきます。足をすくう。さあこれはロープは近いですが、しかしすぐにドスカラスも牽制していきます。さあ今度はノサーロンガイ対ドスカラス。ここは有効的な態度を見せます。しかしスルスル高さが入った。大丈夫ですか。さあそして自分コーナーに持っていってタッチ成立です。あ、顔面をかきむしっていきますサミングです。やっぱブーイングになっちゃうんですね。もう僕らは悪者ですからね、しょうがないですね。まあそうですよ、ルールですからね、うるせえこの野郎ら。はい、パンチ。しかしこの反則殺法にドスカラスがフラインクロスチョップ。先に見せたのはドスカラス。しかしロサロンが早くから襲いかかる。しかしドロップキック、下から突き上げるような。さあそしてまさか、いや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 、いったートップ。素晴らしい。もう言葉が出ない。まさにヘッドアタック、トップですよ。頭からぶつかっていきました。飛べるんですよ、飛べるんですよ。そして場外戦、ラグも強い。またこのドスカラス選手も徐々に試合手が乗ってくるんですよね。そうですね。クロスショットやった後にね、クッと回るのがやっぱ綺麗よね。そう、着地まで来てるんですよ。さあ足を取っての円形山の折り。助けに来て助けに来てって合図されてるんですけど、ちょっと俺もう見たくなっちゃって、一緒に入ったけど、まあこの東京グレンタイ工業はね、プロレスラーのみならずプロレスファンの野沢ロンガイの夢を叶える場所でもありますからね。まあそういうことですね。さあ首根っこを押さえて動きを止めていきますが、再び野沢ロンガイ対ミルマスカラス。さっきは飲まれた感はありますが、これは逆襲できるか。おっ、きた。ええ違う、まさか。お、来るか、変態飛行ダブルロックのストップ。いやー、やられてますけど、おさざ幸せもんですね。すごい嬉しかった俺これ。まあ試合ではあるんですけどもね。ダブルの股先。こうマスカラスのクロスショップってさ、ちゃんと喉くんのね、手が。しかもインパクトの瞬間ちゃんとね、このチョップの硬い部分、華麗さだけではなく、すごいですよね。
手ぶら堂のバスは綺麗です。そしてもう一度固めていきます。あ、これも相当厳しいです。しかし背後からマスカラス、なんとなんとウォータートビックドロップ。そうなんですよね、マスカラス選手はねバックドロップではなくねアトミックドロップ、アトミックドロップ。そしてもう一度欲張るっすね、しょうがないっすまあそうですよね、背中望んだわけじゃないですからね、これショルダースルーもうちょっと完全にヘビーに睨まれたカエル状態ですよ。何ん、飛びますよ。さあ、そしてトップコーナーからダイビングボディアタック、カウント3、タイトル移動。なんとマスカラスブラザーズが東京世界タッグチャンピオンに。素晴らしい、いいね、こんなんグーの音も出ないって言うんですよ。かっけえっす。乾杯ですね。乾杯ですね。これメキシコ取りに行かなきゃいけないですかね。いや、行かないです。え、もう東京世界タッグはこれもう移動してしまったので、ええ、もう上げちゃいます。お、いやいやいや、まだドスカラス選手ね、ほらワールドツアーでほら世界中見たやつはやるんで、もう変えていかないと。いや、でも本当に最初から最後まで仮面貴族でしたよ。優雅でしたよ。プロレスに優雅さを取り込んでますからね。もう芸術だよね。ね、本当。どうですか、グレンタイのベルトがマスカラスブラザーズの手にですよ。取られたのは悔しいですけど、これもすごいことですよね。ちょっと、もうだってこれ誰も取り返せない。取り返せないでしょ。マスカラスとドスカラスのベルトコレクションに。東京グレンタイのタッグがちょっといいね、これいいね、まあね、まあベルトはまた作ればいい。わあ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 、ウェドエステ、ワシャイスパニッシュマイングリッシュジャパニッシュ日本語スコッチすげえ。プリメラメンテアグラデシエンドスプレセンシアEn esta arena y como siempre muy ustedes muy entusiastas y yo agradezco eternamente después de 40 y tantos años de venir aquí al Japón y siempre con ese gran recibimiento que ustedes hacen. 40年以上変わらず皆様方私たち応援してくれて本当にありがとうございます。Espero también que este, la próxima oportunidad me honre con su presencia, igual que el día de hoy. Pero yo voy a cumplir el 15 años en Japón.35年2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 5
だって過去にこうやってリング上でマイクアピールなんかしなかったですよ、ね、あんましないですね、いやでこの写真超欲しい、あげますよお願いします、これ似合ってますね、似合ってる、Thank you. ありがとう、さあそしてこの退場の時もファンの皆さんにもみくちゃにされています。
日本で、そしてこの後楽園ホールでこの兄弟変態飛行が見られるのはこれが最後かもしれないということで、何か別れを惜しむように自分のメモリーに刻みつけるようにプロレスファンがマスカラスブラザーズをもみくちゃにしています。いや、これをサプライズ TV で中継できるというのも、まあ、嬉しいですよ。かっこいい兄弟だな。まあ、こうやって、まあ、メインのベル、試合が終わって改めて見ていかがでしたか、会長。まあ、またやりたいですね。お、やってください。まあ、東京連帯としては初めての後楽園ホール、はい、いろいろぶっ込んで、なんとかこんなに、ね、お客さんがちょっとね、ドームでボンジョビがあったからね、ちょっと食われてますね、ボンジョビに。あれ、ボンジョビハウスなのね。まあ、来年もちょっといろいろ仕掛けていきたいと思うんで、ね、またちょっとぶっ込んでやっていくんで、まあ、公演としては東京で一番強い男、ありがとうございます。無茶振りですね。まあでもやっぱ藤田選手が締めないとね、顔ですからね。グレンタイ工場じゃないですよ。せいさん、僕は一言申し上げさせていただきます。まあ数年前にアメリカで生まれた東京連帯、僕らの日常で合流しましたけど、すぐ5年ぐらいですね。そうですね、腐れ縁ですよね。はい、腐れ縁ながらこうやってレジェンドの一人からとか並んだりの仲間とか遊んでもらえて、こうやってお客さんいっぱい来てくれて後楽園でやれて本当に夢のようです。ありがとうございます。板についてきましたね。いつものやつお願いします。俺大好きなのあれ。わかりました。ボンジョビが裏であろうとこの後楽園に集まってくれる皆さん一人でもいる限り東京グレンタイは永遠に行くんだ。そしてこの曲ですね。いいな、バッチリです。さあ、ということでこれで2013年の、まあ、東京グレンタイ工場、まあ、ファイナル工場ということになりましたが、まあ、今年1年振り返っていかがでしたか、会長。いや、まあ面白かったですね、うん、いろいろ、まあ、グレンタイ工業だけじゃなくまたプロレス内にちょっと戻ってきたんで、はい、来年はね、来年さらにぶっこんでいきたいなと。これ以上の夢がまだある、はい、いやそれ楽しみですね。まだ次の、まあ、具体的なグレンタイ工業っていうのは、まあ、決まってないですね。決まってないですね、じゃあぜひ東京グレンタイの、ね、ホームページ、そして野沢ロンガ会長のね、はい、そのツイートなどを見てぜひチェックしていただきたいと思います。日頃さん何かありますか。そうですね、会長が17誕生日なんです。はい、37年です、ね、めでたい、それだけです。そうですね、おめでとうございます。そうですね、この放送日ですね、はい、ちょうど、はい、放送日ということで、皆さん野沢ロンガ会長の誕生日を一緒に祝ってください。ノッペでレティラブルな、やっせっせeso es todavía este es el principio posiblemente del fin de mi campeonato. Más tengo los cinco campeones del mundo, tengo cinco campeonatos del mundo, las diferentes asociaciones de los Estados Unidos y pues una más aquí en Japón. Gracias. Regato, thank you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  very much, okay.
もうマスカラスとスカラスで、あっちがすごいってことですよね、まあ、実際そうそうそう、あ、うん、ただそのすごい人間と、ほらこれ15分ぐらい行ってるでしょ、やれる俺らもっとすごいからこれ、うん、普通に多分ね、介護の免許2級とかでも絶対無理ですよ、ダンって言ってますよ、ダン、まあ、あの最初に言った通りマスカラスドスカラスの今現在 の, あの最大限は引き出せだと思うんで、うん、よかったんじゃないですか ね, ですけどね、なんか思ったより元気だから、うん、なんだこれって最後びっくりするぐらい飛んでましたあれあのフェイスの時と大違いしたよ、なんかねえ、ただ俺ダブルでもらったのすっげえ嬉しかったいいなトペもらいましたねえ、もうもう最後かもしれないですよトペはそうですね、うん、トペは最後まで、まあまたね来年呼べたらちょっと呼びたいな引退じゃなかった、いや引退じゃない、だって取られちゃったから、あそうです、メキシコまで行くぐらいだったらさ呼んだ方が楽じゃん、金かかるけど。